でゴーストをバスターしてみましょう。夏祭りが終わると急に秋の気配が濃くなってくるよな。日が暮れるのも早くなってきたし、買い物も済んだし、もう戻るかな。ごきげんよう、紳士様。お、ずいぶん涼しくなったわね。夏の暮れ、いかがお過ごしかしら。エリザベートか、その格好どうしたの？夏祭りはもう終わったけど。この装束は盆踊りを舞う際の正装なのでしょう。正装って言えば正装なのかな。っていうか盆踊り、なんで今さら。死者の魂を鎮めるための舞であり、儀式なのだと聞いたわ。私もその舞を捧げたいと思ったの。かつて私が滅ぼしてしまった国の人々のために。あなたは盆踊りにも詳しいようにお見受けしたわ。詳細をご存知なのでしょう。どうか力を貸してくだされないかしら。思った以上に真剣な理由だった。でも盆踊りを覚えるまで付き合うってのもな。悪いけどここは。いや、実は盆踊りっていろんな流派があるんだよ。僕が知ってる方ってあんまり一般的じゃなくって、弔う気持ちが大事とは言っても馴染みのない流派でやられてもね、亡くなった人たちも戸惑っちゃうんじゃないかな。そういうものなのかしら。そういうものなんだよ。でも大丈夫よ。そもそも盆踊り自体が馴染みのない文化だもの。流派の差などさまつごとに過ぎないわ。お気遣いには感謝するけれど、どうかお気になさらないで。そう言ってもらえると助かるな。でも習ったのも随分前だからちゃんと覚えてなくって。いい加減な踊りじゃ良くないと思うよ。死者の魂を怒らせちゃうかもしれないからね。誰か別の人に頼んだ方がいいんじゃない。そうね、それならあなたの姉君に聞いてみることにするわ。え？共に育った腹からだもの。あなたと同じく盆踊りを習っているはずでしょ。彼女は覚えているかもしれないわ。それはどうかな。姉さんもあれでなかなか忘れっぽいし、覚えてないんじゃないかな。その時はその時でまた別の手立てを考えてみるわ。そうと決まれば早速あなたの姉君のもとへ。まったっ。どうかなさった。そうだな。つまり君は死者を弔いたいわけなんだから、別に盆踊りにこだわらなくてもいいんじゃないかな。それはどういう。他に何かご存知なのかしら。うん、盆踊りの代わりに迎え盆、送り盆を教えてあげるよ。これは死者の魂をあの世からお迎えしてまた無事に送り返すという儀式なんだ。こっちにいる間に霊を供養するわけだね。霊にとってのバカンスっていうか。なるほど。魂を召喚、送還する儀式ということね。より高度な知識が求められそうだけれど、詳しく聞かせていただける？まず死者がこちらにやってくるための馬を野菜で作るんだ。彼らはそれに乗って戻ってくるんだよ。で、帰ってもらう時にはまた別に今度は牛を野菜で作るんだ。行きは馬で少しでも早く来てもらって、帰りは牛でゆっくりとって意味があるんだって。興味深いわ。野菜で作った馬や牛が召喚門の役割を果たしているのかしら。まずは牛と馬のサイズを測って必要量を出して、人数も考えると大量の野菜が必要に。ん？魂の召喚だもの、対価が大きいのは当然のこと。メアリーにも手伝ってもらって。おーい。ああ、ごめんなさい、つい考え事に気を取られてしまったわ。
お知恵を授けてくださって本当にありがとう。心から感謝申し上げるわ。別に大したことはしてないけど。これから忙しくなりそうだわ。支度があるので今宵はこれにておいたまするわね。それではごきげんよう。なんかいろいろ考えてたみたいだけど、盆踊りを諦めてくれたならまあいっか。なあ聞いたか？昨夜また出たらしいぜ。あの夜な夜な野菜を買いに来るっていう。野菜を食べられずに死んだ女の子の幽霊らしいけど。ん？幽霊？そうそう、昨日も店にあれだけの野菜を全部買い占めていったらしい。相当無念なんだろうな。二度狩り中の野菜を買い占めたら次は俺たちの家にまで来たりしてな。夜な夜な大量の野菜を買いに来る女の子の幽霊。まずは牛と馬のサイズを測って必要量を出して、人数も考えると大量の野菜が必要に。まさかね。